室蘭民放さんが新聞で、はい、あの室蘭市民の方々に質問を募集して、ありがたいですね。何万人集まったって言ってましたっけ、もう数えられないぐらい集まったみたいそんなに、そっから厳選した、そんないたかな室蘭いや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 、もうすごい数集まったみたいですよ遊んでましたか、また通った飲食店などを教えてください、どこで遊んでましたかみたいな感じなのかな、これは、まあ、室蘭 でってことですね。そうですね、はい、いや室蘭ですか、いや遊んでないっすけどね、あんまりやっぱ練習あったんで、いや話が違うな、さっきでも海行ってカラオケ行って伊丹木浜とかですよ、何すなって分かります、いや全然分かんないです、こう踏んだら、はい、キュッキュッキュッって音になるんですよ、泣いていいですか、でもいや 砂の下でキュッキュッって言ってないですか、事件です、事件事件だよ、そういう砂が鳴るんですね、そう砂が鳴る、そういうとこないんです、ないない、聞いたことない、ほとんど、うん、だからそこで海遊び貝とか取って、だったり、まあ、飲食店でいうとやっぱ高校の時とかは味の大王っていうラーメン屋さん、あ有名ですよね、はい、カレーラーメン、はい、カレーラーメン、はい、カレーラーメン、カレーラーメン知らないですか、いやできる食べるもんですからね、カレーとラーメンじゃないです、カレーラーメンって、マジで、はい、カレーラーメン、僕が嫌いな2つ二大巨頭なんでそうなんですか、麺類苦手なんで、そうなんですか、はい、カレーも苦手なんですよね、飲み込むタイミングが分かんないとか、いやいやそういう赤ちゃんみたいなっていうんすか、なんかちょっとあんま言えないですけどなんかあんまり質問もそうなんですよね、はい、まあ、よく言ってましたね、これ、はい、じゃあ次の質問ですね、はい、サッカー以外で好きなことはありますか、また息抜きができることは何ですか、うん、でもサッカー、僕サッカー以外のスポーツめちゃくちゃ好きですよね、つげ、ね、さんとめっちゃ話しますし、ね、まあ、相撲とかね、うん、いや相撲の話はしたことないですよ、いや相撲好きですよ、僕超大好きですよ、いや何聞いて もう何でも詳しいんで、相撲もバスケも見ますね、 NBA も見ますし、昔の選手とかずっと喋ってますもん、はい、野球も 見るでしょ、すごい、ね、アメフトも見る、ゴルフもやるだけ、あんまやらないですね、見るだけね、見たり、いやでもスポーツ全般好きっすね、僕逆に嫌いなもん、はい、なんですか、嫌いなもん、まあ、苦手なもん、苦手なもの、あないよね、そうないっすね、ねあんまりちょっとシャイなぐらいだよね、小説苦手、小説苦手の、それだったら自伝とか、あなるほど、だから僕落合さんの自伝も見ました、野村さんも見ましたし、西口さん、あのね西武のピッチャー、はい、野球の自伝めっちゃ見てんすよ、サッカーめっちゃ見てんすよ、あと武蔵のね、武蔵のやつ、武蔵の見てないっすみんな配ってくれた、送ってくんない、送ってくんない、ね、息抜きは何なんですか、逆にじゃない、息抜きっすか、はい、うん、でも寝ること、うん、僕睡眠すっごい大事なんですよ、だから寝れるんですよね、結構機嫌悪くなっちゃうタイプで寝れなかったりすると、そう、あ疲れちゃうんです、あからさまに寝ないと、パパどうしたのみたいになっちゃう、ね、子育ても疲れますからね、ガチャンみたいな、あれパパ寝てんの、いやいやいやちゃんと遊ぼうって、ちゃんと遊んであげてください、はい、で遊びますけどね、はい、あこれルーティンの話が出ましたよ、これ試合前のルーティンはありますか、僕はないっすね、ルーティンは、今までルーティン、なんかそれずれちゃった時嫌かなって思って、なるほど、今までじゃあ作ったことないんだよ、ないっすね、いや、杉江さんはなんかルーティンじゃないから、杉江さんはもうサッカーがサッカーがルーティンじゃねえからルーティンだと思うんですけど、いや違いますよ、でよく言いますよね、左足からピッチに入るとか、ないんだ、ないっすね、じゃあもうルーティンを作らないこと自体がルーティンみたいな、まあそうですね、そういうことだね、はい、自然体がいいって、自然体でね、それルーティーンって言わないかもしれないですけど、確かにね、じゃあ音楽聴く、音楽も決めてない、あ決めてないです、大体音楽が流れてるんですもん、あの、まあね、ロッカールームで曲が DJ で、ね、DJ 福森ね、はい、あんまいい曲流さないけど練習が苦しい時はどう乗り越えますか、サッカーをやめたいと思ったことはありますか、あまあ練習が苦しい時はやっぱチームスポーツだから自分一人で抱え込まないかなとは思います、だからあのみんなで、ね、楽しく乗り越えようとするのが多いですかね、はいはい、よくバスケで言いますもんね、スラムダンクでね、なんとか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 何の情報も入ってきてないです、やめたいと思ったこと、やめたいはないですね、サッカーは好きですから、はい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 、サッカーをやめたいと思ったことはないです、はい、小学校3年生の息子がサッカーを習っています、経験者として息子に厳しくしたい一方で、うん、子供のやる気がなくならないか心配です、親はどうあるべきでしょうか、さっきも言いましたね、まあ、やる気がなくなること言ってなくなることはないと思うんですけど、そのタイミング
が来ちゃう可能性はありますよね、うん、やっぱいろんなね、やっぱり新なんて言うんだろう、違うチームに行ったタイミングとかいろんな環境を変えた時に、はい、あれって壁にぶち当たる時はあるかもしれないよね、はい、だからもうどこまどの、じゃあ今小学校3年生、うん、中学校3年生高校3年生まで厳しくするのかっていうところじゃないですか。あ、確かに。その辞めるタイミングだったり、うん、子供がいやいややってるんだったら、いやいや教わってんだったら、多分サッカーが楽しく なくなってしまう可能性はあると思いますし、やっぱ上手くなるために一番の要素って楽しいってことじゃないですか、うん、そうだね、間違いない。それが上手くなるために一番必要なことだと思うんで、うん、子供が楽しんでるかどうかを見極めてあげる必要はあるかなと思いますよね。やっぱ経験者である以上でもね、言いたいことは多分増えちゃうと思うんだけどね。はい、まあもちろん、まあ、そこの見極めっていうのはやっぱ大事だろうな。試合中サポーターの声は聞こえますか。またチームが勝てないときキャプテンとしてどんなことを仲間に声掛けしているのですか。サポーターの声はもちろん、ね、聞こえますよね。いや、杉さんなんてもう真後ろですからめちゃくちゃ聞こえますよ、ね、うん、いろんなこと言われますよ監督の声も聞こえますしね。監督の、まあ、はい、特にこのね、無観客になってからはね、はい、でもやっぱ鼓舞してくれる声もすごい、うん、自分たちがいいプレーするために必要ですし、うん、やっぱもっとちゃんとやれっていうのも、うん、プロサッカー選手として当たり前じゃないですか、うん、そんな。だからそのに対してどうこうはないですけど、モチベーションにはなりますよ ね、 そうだね、サポーターの声っていうのは。どっちの声でもね、はい、まあ、勝てないとキャプテンとしてっていうか、やっぱまとまることですよね。バラバラにならないことっていうのは、まあミーティングでもありますよね、杉さんも含め上の人は、まあ、バラバラになっちゃいけないってことはよくみんな言いますよね。そういう声かけは確かにそれはしてくれてるかなと思います。いや、ブレないっていうのはやっぱりね、はい、キャプテンとしてはやっぱりひろきを見てて俺はすげえ感じるなっていうのは、いい時でも悪い時でもやっぱり、だそういうところでやっぱりその周りが落ち着けるっていう存在です、はい、彼は、はい、いやそんな褒められたもんじゃないですけど、いやいや本当にそう思うよ。悪い時に、いい時はね何もしなくていいですから ね、 正直そうだね、本当にそうだね、はい、対戦してみたい選手は誰ですか。またこれだけは負けないと思っていることは。負けない、まあ対戦、いや菅さんと PK 勝負したいですね、試合、試合後、試合やっぱ菅さんのその1対1はすごいと思うんで、緊迫した状況の中で1対1迎えたらどうなるのかなっていうのはありますね。いやちょっと、じゃあなんか移籍しなくちゃいけないな、これこれだけは負けない。いや、負けないことないっすね。勝ってることが何なのかっていう、あんまりそういう目で見ないもんね、はい、思ったことがないから、まあ、トータルだと客観的に見たら、でも俺はもう本当に、まあ、本当柔軟だなって あと客観的にちゃんと自分もそうだけどね、チームのことも見れてるし、その、どこをどう直してっていう、なんかそういう自分をちゃんと分かってるなっていうのは俺はかなりの長所だなと思ってます。勝手に僕が言いましたけど、ありがとうございます。母校の大谷ムローランがなかなか全国に行けません。ぜひエールを、そして入部を迷っている人にぜひ PR お願いします。でもやっぱね、ムローランの人が期待してることは多分大きいと思いますよ。やっぱ OB としてもやっぱ常に結果は気にしてますし、僕たちの時はやっぱムローラン大谷が近かったですよ、やっぱ全国に。でもそこからやっぱいろんなチーム力つけてきて、まあそのいろんな選択肢が増えたと思うんですよね。どんな状況でも自分が入って勝たせてやるって気持ちの人がより多くいれば強くなると思いますし、まあ、全国には行けると思うんで、まあ、迷ってるぐらいならしっかり自分がやってやると思って入部してほしいなと思いますけどね。プレゼント企画ということで、はい、プレゼントキーワード、じゃあひろき君に北の爆撃機でいい、北の爆撃機ということで、はい、ご応募お待ちしておりますということで、今日はありがとうございました。ありがとうございます。これ最後みんななんかチャンネル登録お願いしますって言うらしいんで。そうなんですか。僕がね、今日から言います、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。全然登録してくれないんでね